こんにちは、札幌占い美容室早任せの後藤です。今もう10時か。今日誕生日のメッセージとかめちゃめちゃたくさん、いただきまして、皆さんありがとうございます。でちょっと今日ですね、誕生日なんですけどノンストップで営業してまして、もう今まで食事も取らないでちょっとぶっ通しでやったんで、今日これから皆さんに返信を送るのがちょっとできない、体力的にちょっと難しいなということで、動画でちょっと送らせていただきます。すいません。本当は一人ずつ、返信をですね送らせていただきたいなと思ったんですけど、ちょっと難しそうなので、この動画で、皆さんに、お礼をお伝えしたいと思います。あと、ちょっとせっかく見ていただいたんで1個だけですね、ためになるようなことだけ最後にちょっと付け加えて、締めくくろうかなと思います。皆さん、誕生日のメッセージたくさん、本当たくさんですね、直接メッセージいただいた方もありますし、 Facebook のタイムラインだったりとか、LINE の方でたくさんメッセージいただきまして、本当にありがとうございます。すごく嬉しいです。ちょっと疲れてもう油ぎっしで、こうすごく顔光ってますね。大丈夫かな。めちゃめちゃちょっと汗もかいたし、もうちょっとめっちゃテカってますね。大丈夫かな。まあいいか。で、誕生日なんですけど、また明日から頑張りたいと思います。はい、いろんな動画ちょっと Facebook のタイムラインだったりとか YouTube とかいろいろ動画アップさせていただいて、最近雑なね、動画になっちゃってて、スマホで撮ってる動画なんですけどほとんどが、ね、ちょっと時間がですね、今他のこともやったりとかしててなかなかなくてですね、ちょっと雑な動画になってて本当申し訳ないです。で、ためになってるかなってないかがちょっと分かんないですけど、まあ、なるべく皆さんためになるような動画を、まあ、これからもちょっと雑な動画ですけどちょっと作っていきたいなと思うんで、応援していただけたら本当にありがたいと思います。で、僕なんかよりも全然すごい美容師さんの方がたくさんいらっしゃって、まあ、そういう方も見ていただいてるかちょっとそれは分かんないんですけれども、まあ、話もねあんまり得意な方じゃないんで、周りくどい言い方したり、早く結論言えよみたいな感じもあったりすると思うんですけど、まあ、動画見ていただいてる方本当にありがとうございます。付き合っていただいて、はい、誕生日ということもあって、うち札幌占い美容室早任せっていうだけあって、まあ、こう占いのカード、いつも使ってる僕のタロットカードなんですけど、まあ、自分の誕生日なんでちょっとこれ1個引いてですね、今回の誕生日どういう風にこの1年過ごしていけばいいかなっていうのをちょっと引いてみたいと思います。その後にね、まあ、ためになるか分かんないんで1個だけ、せっかく見ていただいてるんで、情報をお伝えしたいと思います。じゃあちょっとこう電気って、1個、あ、やばい、落ちた。はい、こちらちょっと、あ、ダメだ、疲れてる、あ、ダメだ、疲れちゃった。これを切って、よし、ダメだ、なんか手がうまく動かない。で、これをどれがいいかな、どれがいいかな、ストップって言ってください。ストップ、はい、じゃあこれにします。ドン、あー、これですね。これはこう、ほうっていうか、ほうじゃないや、皇帝か、こちらのカードを引きました。ということは、ブレないで自分らしく、ちょっとその、まあ、頑固にっていうかね、自分のやり方を、誰かと比較するんじゃなくて、自分らしくやっていく、
そんなような感じの1年かなと思います。これを弾いたってことは、なので自分らしくこう考えたこと、やろうと思っていることを、貫き通す、ある意味いい意味で頑固に貫き通す、そんなような感じだと思うんで、そんな1年にしていきたいと思います。で、ここでせっかく見ていただいたんで参考になるか分かんないですけど、あの材料費とかすごくパーマの材料費とかかなり削減できるんで、もしよろしければ、これあの100均で売ってるんですけど、知ってますか、こんな感じのやつ100均であるんですよ、ポンプ、こちら、このポンプに、パーマ液を入れます。で、シャバシャバのパーマ液を入れまして、だいたいですね、まあ 20g ぐらいあったら足りちゃうんですよ、実は全頭やるのに。すごい少なくないですか、 20g のパーマ液ってめっちゃ少ないですよね。でこれに、パーマ液を入れて、これも100均です、200円で作れます、混ぜます。ただこれだけだと、泡で出ない、フォームで出ないんで、まあアミノ系のシャンプー剤、アミノ酸系シャンプー剤をちょっと混ぜたりとかしてやるといいかなと思うんですけど、まあその加減とかはちょっとやっていただくといいんですが、パーマ液によっては、まあ、そのままできるのもあるんですけど、だいたいちょっと100均のやつなんであんまりきれいに出ません。ですので、界面活性剤として、シャンプーをちょっと混ぜてですね、混ぜます、シェイクします。そうするとフォームで出ますよね。でそれでパーマをかけていくと、パーマ液の削減にもなりますし、まあダメージも受けづらく、あとはもしくはあの根元の方にパーマ液がつかなかったりとか、まあつけ巻きになっちゃうんですけど、結構使えます、かなり。でつけ巻きして、そのまま根元に薬つけるの僕すごい嫌で、あのかまあカラーとかね、白髪染めとかがっちり染めてほしい人はつけるんですけど、まあ、なるべくなんか頭皮にあんまり物つけたくないなって、パーマ液とか薬剤あんまりつけたくないなっていうふうに思ってます。でそこでフォームを使うと頭皮に薬がつきません。なのでこれを使ってやっていきます。すごく簡単なんで、ぜひもしよろしければやってみてください。かなり仕事の効率も上がりますし、まあ例えば僕結構多いのは、まあ、言っちゃうと、あのアンセスさんとかの薬剤に GMT とスピアとか混ぜたりとか、これでシャバシャバのやつやったりとかこうするんですよね。まあこれあんまり言いたくない情報なんですけど、でそれをつけたりもしますし、まああといろんなやり方があるんで、それはちょっと今この場所ではあれもあれなんですけども、いろんな方法があるんで、もしよろしければこれやってみてください。結構使えます。分かんない方は、まあコメントいただければ、すぐには返信できないかもしれないですけど、はい。あと LINE のグループとかもあるんで、もしよろしければアットマークハイヤマカシ、ハイヤマカシはローマ字ですね、そちらの方で、入っていただいてもいいかなと思うんで、ちょっとあんまり更新今できてないんですけど、よろしくお願いします。これからもまあ自分なりに頑張って動画をアップしていくんで、皆さんお願いいたします。はい、これからもですね、皆さんのお力を借りて、自分なりに成長していきたいと思いますので、これからもお付き合いよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。これからも、お客さんが、どうやったら喜んでくれるのか、どうやったらもっと良くなるのか、何が最善なのか、そういうのを常に考えて、これからもやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。